ジョゼフ・ロー・ウェル・ゴードンは、主に1940年代に MLB で活躍したアメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。ニックネームは、フラッシュ。1930から1940年代のヤンキースの名に類種で、1942年のアメリカンリーグ最優秀選手。ワールドシリーズ6度出場。 オールスターゲームに9度選出された。オレゴン大学出身。1936年シーズン前にヤンキースと契約、1938年シーズン当初からレギュラー2類種として出場した。1年目は打率。255ながら25本類が97打点と長打力と勝負強さを見せ、この年のワールドシリーズでは、 本類が1本を含む6打点を挙げた。2年目の1939年にはオールスターゲームに初めて選出された。この年は28本類が111打点、守備では視察数、補殺数、閉殺数いずれもリーグ最多を記録するという攻守にわたる活躍だった。 ゴードンが2類種になった1938年からヤンキースは1941年までワールドシリーズを3度制覇。1942年はセントルイスカージナルスにワールドシリーズで屈するものの、ゴードンはこの年打率322、103打点を記録。また守備ではリーグ最多の121もの併殺を取り、この年のアメリカンリーグ最優秀選手に選ばれる。 ヤンキースには1944年から1945年の戦争による現役の中断を挟んで1946年まで在籍したが同年アーリー・レイノルズとのトレードでクリーブランド・インディアンスに移籍する。インディアンスでは1948年に自己最多の32本塁打と124打点を記録し、この年5度目のワールドシリーズ制覇を経験することとなる。 1950年を最後に現役を引退、その後1956年にデトロイトタイガースのコーチを1年務め、1958年にインディアンスの監督に就任する。監督としてのゴードンは1959年にインディアンスをリーグ2位まで押し上げたが、1960年シーズン中にタイガースのジミー・ダイクスとの監督同士のトレードが成立。 この年のシーズン後半はタイガースの指揮をとった。1969年のカンザスシテロイヤルズを最後に監督業を退き、1978年にカリフォルニア州サクラメントで死去。2008年12月に行われたアメリカ野球伝道のベテランズ委員会投票で選出され、2009年にアメリカ野球伝道入りした。順位は年度最終順位。 ありがとうございます。